今日ののぞき見チャンネルは2001年創業の地下焙煎コーヒー尾形さんにお邪魔します。鎌倉で愛され続けて23年の尾形さんにどうしてもちょっと来てみたくて、いや本当にいいお店で、このコーヒー一筋ってなかなかないじゃないですか。コーヒーだけってなんかいろんなことをみんなおやりになるじゃないですか。だけどコーヒーだけっていうのはもう20年もコーヒーだけってすごいなと思って、ここで始める前はどっか違うところでおやりになって、なんていうんですかね、雇われて修行みたいな感じではいたんですけど、自分でやったのはここが最初です。はい、尾形さんが、コーヒーを、ね、毎回入れられたり、コーヒー豆を自家焙煎もなさってますよね。そうですね、そこが一番こだわりのところなんですよね。要は自家焙煎って自分のところで焙煎するっていうことですよね、生の豆を自分のところでローストして、でその新鮮なのをお客様に提供するっていうところが、一番こだわっているところ で、あとケーキとかもありますけど、ケーキとかも全部僕が手作りで、手作りっていうところが、コーヒーを含めてケーキも全部自分でやってるっていうところが、こだわりってはこだわりがありますね。でこのコーヒーカップもだんだん増えてますよね。少しずつ開花していくよね、すごい。カップはお客様がお持ちになるのか、それとも尾形さんが揃えられるのか。これはね、私が全部もう40年ぐらい前から集めてきて、で全部日本の焼き物なんですよね、有田焼きとか清水焼きとか戸部焼きとかね、でそれで揃えていく。でお客さん来たら、お客さんのイメージをちょっと想像して、それに合わせてお出しするっていう感じにしてますね、そのお客様を見て、この人にはこのカップがいいかな、この人にはこのカップがいいかな。でコーヒーの種類はどのくらいあるんですか。コーヒーの種類はうちは逆にあんまりないんです、自分とこの小型ブレンドが一つと、あと4種類ストレートのコーヒーを出して、だから結局自家焙煎でやってるので、古くなると意味がないので、でこう回転させるために数をそんなに多くしてない、そんな感じですね。忘れられないくて毎朝見えたりする方も、比較的よく見ますね。それのお客さんも見れますけど、話はコーヒーじゃないところに行ってしまいますが、マラソンは始められて何年ですか。15、6、7年前からですかね。じゃあちょうどお店をやりになった時からで、ちょっと経ってくらいから、健康のために始めたんですけど、もともと運動が好きなんでね、マラソンもやってるし、水泳もやってるんです。あ、スイミングもやってるんですか。あ、週に3、4回、2000メートルぐらい。すごいな。そうすると、美味しいコーヒーの味がちゃんとわかると。そうですね。体調でもね、味が違ってきますからね。そうですよね。みんな鎌倉市民に愛されるコーヒーを、作って、私もファンの一人として、またお邪魔させていただき、突然にすいません、今日はありがとうございました。ありがとうございます。